良いかな。キリト、キリトよ、聞こえるか。キリトよ、突然ですまぬが、ユージオと共にタイト書室へ来てほしい。ユージオと一緒に？また何かあったのか。お主とユージオ、二人にぜひ頼みたいことがあってな。詳しくはこちらへ来てから説明しよう。わかった、すぐ向かう。私、思い出したんです。先輩がセントラルカセドラルへ連れて行かれた時、きっと聖号騎士になって先輩を助けに行くって約束したの。でもまだ私は先輩のお荷物になってばかりで、私必ずあの約束を守って、ユージオ先輩のそばへ立つのにふさわしい騎士になります。その時に改めて告白させてください。じゃあね。そうだな。カーディナル、言われた通りユージオと一緒に来たぜ。二人ともよく来てくれた。待っておったぞ。お久しぶりです。一体どんなご用ですか。うむ、事情は本人から聞くがよい。本人？キリト先輩、ユージオ先輩、わざわざありがとうございます。ティエーゼ、なぜここに。キリトとユージオ、お前たちにはティーゼと共にある場所へ行ってほしいのじゃ。ある場所？ティーゼ、事情を聞かせてくれ。はい、実は数日前、西帝国に住んでいるおじさまから手紙が届きました。おじさまは小さな村の漁師をしているのですが、その村の近くに近畿騎士の檻とみんなから呼ばれている渓谷があって、
近畿騎士の檻？随分物騒な地名だな。この地名は200年ほど昔、正体不明の騎士が近隣の村々を襲った時、どこからか不思議な力を持った女性が現れ、山を崩すとその岩で作った檻へ騎士を閉じ込めたという言い伝えに由来しているんです。騎士を封印する不思議な力を持った女性、カーディナルシステムに干渉できたのか。いや、なんでもない。それで？そんな言い伝えのせいで気味悪がって誰も渓谷へは近づかないのですが、最近お酒に酔った漁師がうっかり近畿騎士の檻へ迷い込んでしまい、崩れた崖から美しい剣が突き出しているのを見たそうなんです。剣？それは伝説の騎士が持っていた剣なのかい？わかりません。この世のものとは思えないほど美しい剣だったそうです。漁師はその剣を持って帰ろうとしたのですが、一人では掘り出すことができず、一旦村へ帰って英子らと共に再び近畿騎士の檻へ向かったのですが、なぜか渓谷の近くにたくさんの魔獣がうろついていて、英子の腕前ではとてもかなわず慌てて逃げ帰ったんだそうです。剣の魔力が魔獣を呼んだのかもしれない。もしかしたらその剣は神器かもな。はい、おじさまもそう考えて西帝国の皇帝か氷教会に知らせようとしたのですが、何しろ実際に剣を見たのは酔っ払った漁師だけなので、そこで修剣学院へ入った私のことを思い出し、村の英子よりは強いだろうから剣を取りに行ってくれないかと連絡をよこしたんです。なるほどな。その剣が本当に神器ならティーゼ一人で行くのは危険だな。カーディナル様、じゃあ僕らの任務はティーゼと一緒に近畿騎士の檻へ向かって、もし剣が実際にあればそれを持って帰るということですね。そうじゃ。お主ら二人しかつけぬのはちと不安もあるがな。不安？まさかその近畿騎士というのがまだ渓谷にいるのか。いや、今のところそのような報告は受けておらぬ。言い伝えが本当だとしても200年も前ならもう死んでおるじゃろ。ただ少々引っかかることがあってな。引っかかること？いや、おそらくわしの思い過ごしじゃ。ティーゼの剣技は未熟じゃが、お主ら二人とてまだまだ一人前とは言い難いからな。ち、言ってくれるぜ。それと万が一の時のためにこの召喚結晶を持って行くがよい。まあ使うことはないと思うけど預かっておくよ。キリト先輩、ユージオ先輩、こんなあやふやな任務に同行させてしまって申し訳ありません。何水臭いこと言ってんだよ。まあ友情。うん、全然気にしなくていいよ。ありがとうございます。へえ、キリト先輩と友情先輩と一緒に旅行なんて羨ましいな。旅行じゃなくて任務だってば。ごめんごめん。でもこれっていい機会じゃない？いい機会って？ユージオ先輩とのこと。代表騎士になったら返事をもらえるって約束したのに、チューブラリンになってるでしょ。そうだけど。旅行中にユージオ先輩と二人きりになる機会があったら、今度こそお付き合いしてくださいって告白しちゃいなよ。ダメだよ私。そっか、まだあのことを気にしてるんだね。でもさ、先輩たちだって無事に戻ってこれたんだし、もう気にしなくていいんじゃないかな。そうだね、ロニエの言う通りかもしれない。そうだよ、お互いに頑張ろうよ。
失礼します。あ、来たな。ご用は何でしょうか。あのさ、ティーゼは今回みたいな遠い場所へ向かう任務って初めてだろ。はい、おじさまの家へ行ったことはありますけど、任務では初めてです。こういった任務では食料と水はもちろん、雨具や野宿用の宿泊用具なんかも必要になるけど、そういった準備はできてるか。いえ、まだ準備していません。何が必要で、それがどこに売っているか分かってる？すいません、分からないです。いや、初めてなら分からなくても当然さ。それにこういうのは経験ある人間に助言してもらった方がいい。というわけで勇者、ティーゼと一緒に買い物行って助言してやるよ。え、今の話の流れだとてっきりキリトが一緒に行くのかと思ったけど。なんだ勇者、ティーゼに教えるのが面倒なのか。だったら無理には。待って、誰もそんなこと言ってないだろ。誤解しないでティーゼ、僕でよければ買い物に付き合うよ。勇者先輩から助言をいただけたらとても助かります。わかった、じゃあ時間もないしすぐに出かけようか。はい。二人とも行ったな。もう出てきてもいいぜロニエ。勇者先輩とティーゼにバレちゃわないか心配しました。よし、じゃあ俺たちも出かけるか。まずは買い物にも使えるし、大きな背負い袋を手に入れようか。売っている店はあっちだよ。はい。お、動き出したぞ。気づかれないようについていきましょう。しかし、なんだかストーカーみたいだな。ストーカー、それ神聖語ですか。覚えておかなくちゃ。いや、覚えなくていいよ。こっそり尾行するのは気が引けるってことさ。でも最近ティーゼは心が不安定みたいで、自分の気持ちとは正反対のことを勇者先輩に言っちゃいそうで心配なんです。やっぱりあの時のことが。私はなんとか克服しましたけど、ティーゼはまだ好きな人の前であんな恥ずかしめを受けるなんて。そうか。たとえ断られてもティーゼはもう一度きちんと自分の気持ちをユージオ先輩へ伝えた方がいいと思うんです。ユージオのやつ、女の子の気持ちに鈍感なところがあるからな。そこはキリト先輩も一緒ですよね。あ、今なんで。いえ、何も。あ、ユージオ先輩がこっちを見てます。やば、隠れろ。さっきから
こそこそ後からついてくる人影ってキリトと多分ロニエだと思います。キリトのことだから何かいたずらを企んでいるのかもしれない。ティーゼ、走って二人を振り切っちゃおうか。そうですね。しまった、逃げられちまったか。さあ見て、おい、大丈夫か。しょうがないな。ほら、俺の手を握って。あ、ありがとうございます。あれ、キリト君？アスナ、あ、それにシノ。ねえキリト君、こんなところでロニエさんと何をしてるの？ほんと、二人で仲良く手なんか握っちゃって。待て、君たち何か誤解しているようだが、俺とロニエとはそんな関係じゃないぞ。ほら、ロニエも何か言ってくれよ。誤解？何ですか？キリト君！キリト？いや、本当に違うんだって。待て！疲れた。まさか誤解でシダルスイをおごることになるとは。ああ、ユージは。あれ、キリトじゃないか。もう尾行は終わりかい？やっぱりバレてたのか。それよりも準備は終わったのか？はい、いつでも出発できます。ならすぐに出発しよう。それはいいけど、何か疲れてないかい、キリト？本気の尾行は精神をすり減らすんだよ、ユージオ君。確かに途中からつけられている気配は全く感じなかったよ。さすがだね、キリト。さあ、金騎士の檻に向けて出発だ。行こうか。はい。ああ。